言ったなら言うな、やめればいいの。あれか、大会の練習してんのか。だね。いやー、ビビりすぎたな。あれだな、上だな、上取ってだな。次当たったら上行ってみよう。平面でボルトやってもダメだな。気をつけよ。あら、こう分かってる。分かってる。いやー、お前別にそんな言い方しなくてもいいじゃん。あ、嘘でしょ。もう見てんのに。ありがとう。言うな、俺らからも知らん。召喚いけんじゃん。あーワビトダウンか。まあ雷光さんくらいよりはいいんじゃん。おっ、おっ、待って、使うボールブレーキさんやな。うん、マジやな。ギリチョン、いやー、ナイス、よくやった。ごめん。あー、そう、あいつ溜まってないの、まだ。
か。大鉱山。あ、鉱山買います。まあ前線したんじゃないでしょうか。仮に買ったとしてもあれだからな。何？やっぱフリエナのおかげってなっちゃうじゃん。そう、俺結局あれ別にそんなでかくないしさ、別に引けた状態だしさ、 HP 打つやつを別にカットしようとやってるからさ、他がカットできなかったとしても1枚入れて、で結局もう1枚普通に N で取ってたから、別に誰か HP 入れられてっていう状況じゃないから。てか俺が全然動けないのが腹立つわ。すいません。ヘビーの宿命なんだろうな、これが。いや、俺があれでしょ、シュート見れば関係ないでしょ。いや、無理じゃん、そんな。あんだけ強いさ、ボールがさ、がっつり守っててさ、こっちにもあんだけさ、動けるライトニング来ててさ、ライトニング砂漠だけでもう精一杯なのにさ、そこにカバーなんていけないだろうし。勝ちたいな。どうだった、ユニコさんは。どうだった、うわー、弾巻くところがないなって俺が。そうなんだよね、結局さ、ヘビー枠に、巻きたいわけじゃん、あんだけ引いてるからさ。そうで、ライトニングスピードに打っても入んないしさ。そうだから、そこのヘビー枠がボールっていうのが厳しいんだよね、どうして。確かに。そうだから、ユーナに巻いたってさ、上手い人多分上手い人多分ソルにサージさせたりするんじゃない。そうなんだよね、ソル確定で取るとかそういうことしなきゃいけないんだろうけど、もうそれも、結局、まあでもそういう場合だったら、もう変にブレイブ打ってさ、あのソルで吸収されててさ、なんかユーナとかライトニングとかに稼がれるぐらいだったら、もう最初タワレぶっ走ってばいいんじゃない。まあ一生は別に一生あれじゃない、それ出してるわけじゃないからさ。まあまあ、そうね、そうね、要所要所その間はヘビ出ればいいんじゃない。あ、もうあとはもうだから後スキーでもう狙って、だってどうせさ、相手の俺も後ろいてさ、剣投げてるだけじゃ仕事してるうちに入らないじゃん、うん、そうだね。それでだから、その状況を作れてるところまでは別にそんなに、そんな悲観することじゃないと思うんだよ。だから、野間にブレイブ打ってるところを本当はサーチとか取れりゃいいんだけど、そうね、だから俺が前出すぎて、そう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 、ついてこいっていうのも無理だしな、結局、うん、グライドあればいけるグライドとあとタワレ 2.5 か 2.8、 そんぐらいあれば、いやもう、いや 2.5 あればもう最高でしょ。この弁うざいんだけど、あと他のブレイブにも俺は全部あれグライドが欲しいよ、ね、それじゃないとこの差は埋まらない。うまい、自由落下からの、あ、ブレイクしちゃった。もうこれ絶対さ、キャノンレーザー昔の仕様でも強くないよ。強くないは言い過ぎだけど、もうちょい誘導切れるの遅くなってもいいよ。これユーナきついよ。ナイス？ナイスっつってもコンピューターなんだもんね。コンピューだけだね。痛い、痛すぎる。あ、はあ、なんで当たんの？惜しい。もうちょいソロで潜らないとな。そうなのソロは練習にならないよ、もう。いや、サーチの確定とかさ、そういうところ。ああ、そういうのは確かにソロ。そろシュートやってもいいと思う、確かに。サーチ確定とか、バックとかさ、味方、だから何、
自衛っていうか、その、あ、ごめん、飛ばしちゃった。全然。何て言うか、確定どころとか入ってる。これ、これ決めたかったな、さっきのじゃん。まあ、これ、うまいとか関係ないもんね、決まっちゃったら。ぶっ込めるからね。でも、最初の盗むを当てるのの上手さは関係あるですよ。だから、あのコンボに乗ってたらって話よ。いや、まあ、そうだけど。発生で HP 下げるもんが。最初の盗むを敵が避けれるかどうかっていうののレベルの差なんだよね。何事？スワダットシックス HP 召喚に HP 刺しただけ。ただそこで相手が上手いとあれなんじゃない？その食らってる人っていうより周りにいる敵が上手いと刺さんないんじゃない？そうなのかな。やっぱカットとかバレちゃうんだろうね。あとは打たせないとか、まあね、だからあとはホームを打つ前に止めるみたいなことをしたい本当は。さっき1回やったけど ね、あれをもうちょいやっていけば別にそんな発生保証がどこから出るかもわかんねえな。もうホーリー、ね、本当に読みで、ね、このタイミングで打ちたいだろうな。詰めてきてさ、それにさホーリー合わせてきてる状況ね。あの一応あのユニコさんの近くにいるつもりだからライトニングのカットにはいけるんだけど、ホーリーのカットにはいけないのよ。でホーリーが父持ってるとライトニングのカットに行っても巻き込まれる可能性あるじゃん。そうなんだよね、そこなんだよね。そう、それはあった。そう、俺がライトニングにディレイかけながら途中止めされてると何もできないっていう。いやー、ライトニングじゃない、ホーリーの後隙にブレイクいけるような距離でもないし、その時マジで何もできん。ガリを打ってみるとか。いや、あー、ホーリーで消える。あ、でもあれか、ホーリー側にってこと。そう、なんかいい感じに、まあ、ブレイクワンチャンで、あんなのワンチで避けられるからな、まあ、今日あとはもうディレイかけてる最中。まあでも間に合わねえよな、うん、なディレイかけれるようになりてえな。来た、ほんま綺麗にダイヤ A、クリスタル A、アダマ A なんさっきアダマ B だったけどね、ユウナ B だったね、ユウナ分かった。落ちろ、A からクリスタル A から落ちろ。どうすんだろう。あー、間違えた。なんか悪いけどね。今回は前でよう、一緒に。いや、もうそれ共犯定です。これどこなんだよな。いやもう長くない、その脇差しとかいうブレイブ攻撃。うまい、マジで。あ、なんで届かねえ。うまっ、それはあかんぞ。なめっぷすぎ。それオッケー、見てる見てる、大丈夫よ。うわ怖い、うん、行きたかったんでね。そう、ごめん。まあ先行召喚されてもあれか。いやー、レディケンでカットされた。まあ、しゃあない、しゃあない。死ねえ、マジで。あ、うん、ごめん、盗むだった、今。ナイス。ナイス。カットするな。オッケー、ブレイクも取られてない。俺、見てたんだけど、フリアナギリギリのところにいられたんだけどね。ユーナ落としたら、マジでかいわ。いいぞ。ユーナ、ブレイク。うまい、うまい、それはうまい。マジ俺だけだったけど、あれだね。ああもうダメだ。いやーもうな、今スラブラ焦った、完全に。すまん、ほんとに。いやーもうスラブラ焦って、いやーなんで入れん、分かってたのに俺だって。ああもうあぶ、あ、え、マジで避けたっけ。今さ、わざわざ俺二段止めしてと避けようとしたのに、ライトにつけたのに。あ、あれ、あ、謎だ。ホーリー止めなかったな、あれも。本当に。
いやー、ライトニング来てんの見てなかったな、ダメだな。ダメだな、言うのは何回かスクープできるところあった時言えばよかったな、普通に。エテン割と戦いやすかったマジ。逆になんか平面きつそうな、でもエースは平面の方がいいのか。そう、平面の方がいい、エースは。でも向こうも平面がいいっていうのかな。私死ぬほど当たったけど、あれは悪かった。いや、ライトニングあんだけ持ってる時点で警戒するべきだったな、本当に。だってキブレイブ見れてないな、多分な。自身になんないとね、自分のちょっと分かりにくいよな。うーん、だからただやっぱ味方の位置と敵の位置分かれば、なんていうの、ライトニングが詰めてきて、ブレイブ稼いでんなっていうのは絶対気づけるから、やっぱ根本的にそこなんだよね。ブレイブ見てるかどうかじゃなくて、ブレイブ貯めれる状況のところに敵がいるのかっていうのを見れてるかっていう、そこの位置把握と、だからどこが有利どこが不利になってんのかっていうのをちゃんと把握できないんだよね、やっぱり。で、その不利になってるところをちゃんと把握してないから、急にゴーブレブ飛んでくるように感じるんだよね。そこをちゃんと見てれば、逆にヘルプ行って減らしてっていうのをできるんだけど。ブレイブ取られすぎなのはあるわ、俺が。まあでもそれは俺が止めるあれだからな。いや、いや、まあでも頑張るよ。脇差しが開幕飛んでくるの、もう脇差しこっちに打たせればいいだけだから。いった、あ、惜しい、ナイス。いやでも今の良かったね、場所とか全部。うん、そう、今ので刺されば。いや、こういうことだよな、こういうことだよな、多分で、コア出たから野間さん引いていいっすよ。あ、あざす、あざす、あざすと。よくあそこで止めるな。いやー、ユウナのサーチ強すぎ。あ、ごめん、笑えた。ライトニング、すまない、ライトニング、やった、あれ。あ、ごめん。あ、オッケー、何も OK じゃなかった。あ、ダメか。うーん、2段じゃなかったね。いや、ごめん。やばき、もう噴水壊した。噴水壊した報告やばい。いや、ジャンプだわ今の。あ、ね、無理だ、いけない。いや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 、召喚。あ、ごめんなさい、無理でしょ、召喚いける。うん、だから2人でやっていいよって話で。いや、いよいよこっちいる。いや、無理だな、やめようやめよう。いや、だね、貸した。紹介紹介紹介。危ねえ。ファイティ。あ、ブレイバーか。いや、カードだから。あー、カットきた。え、まっ、脇差しにクラリッシュのプライドに行くなんだよな、久しぶりに。無理、マジで。いやー、今のは全く召喚のアド取れなかった。ユナの方戻ろう。え、ピンセス 2-2 でやってももう自力だわ。いつもやんないやつ。ありがとうございます。 HP かけるよ。テレポ使った、ナイス。テレポ使わせよな。コアこっちだからこっち来たいはずなんだよね、敵。うわ、ブレービーム。あ、ごめん、届くのそれ。もう無理、マジで。あぶん、召喚するよ、敵。うんうんうん、ダメか。あー、もうダメだ。しゃあない。
ジ、カードの引き弱すぎる。俺の方に来てくれることをね。ライトニングちょっと高いから知識じゃないかもしんないけど、ビジネスか。こいつエアロラ超狙ってくんだよ。やばいね、なんかあぶねー。あ、4%あざす。テレポあんだっけ。うわ、シンドラそこで反応やるぞ。 あ、ナイス、あざす。いけー、ごめん、巻き込まれた。あ、これはやばい。こんにちは、君。俺タゲ敵。いやー、ちょっと頼む、マジでもう今、ホーリー壁にされて来てくれ。全部見るのはちょっと無理です。あざす。ナイス。あざす。なんでたのか。キム、あ、違う、レイか。もうカード引き弱すぎるよ。ナイス。あー、ごめん、遅かった。あ、ナイス。いやー、ブレイクされた。もうそこだ。ダメだ、ごめん、俺のせい。なんでそんな。よいしょー、ごめん、ブレイクされた。それは赤。俺ごめん。終わったな。俺は割られたわ。あ、エンドラックやった。オープネー、オープネー、ナイス。オープネー、後ろ5000。いやでも残り HP で考えると勝ちだけど、ブレイブレイを考えるとな、攻めきれんかった。いやでもこれポイントだったら勝ってるね。マジで？あの大会のあれだったらスコアで勝ってる。ギリだね、だいぶギリだけど。でもいやでも俺何もやってない。多分でもこいつらここ10戦くらいで初引き分けとかなんじゃない？そうだね。まあ進歩はあった。強ギリさだったのが出なかった。指示でも何でもなかったから、ちょうどあんだけ持ってたやつに狂気で入れて3000万。もうちょい俺、馬の途中止めちゃんとみんな打たないと、ちょっと。いや、もったいないとこ結構あった。マジで、さっきのあの、スクープじゃねえや、普通のスイフトの2段とかさ、もうちょい待って打てば入ってたりとか。もし距離でさ、それって要はさ、距離が少し離れてさ、あの、タワーレーザーのさ、射程内じゃないっていう。ことじゃない？いや、ね、違うと思う。単純にあれじゃない？多分タワレじゃなきゃ当たるってやつ。今ある。え、それだったらさ、俺の方をチラッと見てみて、もし、はい、ジャンヌさんがあれすぎたなと。そのうちジャンヌさんもだって帰ってくるから。俺ね、最近覚えたの、あの2段まで、2段までは即出しして、2段から3段の間でディレイかけるっていう技をもうあんちゃんと獲得したからさ。そう、なんかあれだよね、最近さ、見てからね、ブレイブさ、あの3段打つ間にさ、マップ見る癖ができた。あ、そうできたよね。フィーさんも多分そうだと思ってた。うん、てか俺はもうタゲ変えるから、完全に一人は見ながら、あれタゲ変えつつもうマップ見るから。いやー、3段入れ切ってホーリーなんか絶対刺さらない。いやー、惜しかったなー。ちょっと力足らずですか。いや、多分ね、いや、召喚の時に俺がもうちょっとね、技の選択をね、正しければね、多分あそこで息を落とせる。てか、あそこの壁当てライトニング。
こだからか。オッケー事故じゃないや、産休事故発生した。マジでもったいなかったね。産休事故てか結局俺が壁ドン入れるのは入れようと思ってたんだけど、うん、あのどっちか入れればいいならさ、られなかった。どっちか入れればいいならさ、もう関係なくああいう場面だったらどっちも打っちゃった方が良かったのに、うん、で、すぐ、で、すぐ高い方え、でもあの結局すぐウォールをさ、いけそうだったじゃん。一枚落としたやつポンポンと両方は知らんやったんだよ。ごめん、レカード。メテオの上を行ったわ。オーマイガッ、犯罪だろ、やばくない今の。レッドフィンガーの上昇用で避けられたんだけど、え、追いつかれたんだけど。ありがとう。あ、無理やべ、嘘、危ねえ。あ、もうキモい。ダメだ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。あっつねえ。巻き込まれたもん。いやもうロックコール嫌いっつってんだよな。暴れ間に合わないですよね。やったわ。無理でーす。無理でーす。いや、あのクリアの方いっぱい入ったと思ったのに。ね、あれひどいよね。チェクフィン。ひどすぎる。これはダメな。一生 HP で寝かされた。最初もな、味方側に爆して踏んじゃってフィンガー当たったからな。いや、それに倒れさせたのはなかったんだけど、その後メテオに当たるっていう。負の連鎖でしかなかった。だからまあ今みたいなのも来るってことでしょ。そうだね。ありえるってことでしょ。もうすべてあの同キャラ以外はすべてありえるから。どういう試合でも。2倍3回みたいな。一瞬だけ引いた方がいいのかな。なんだろうな。本当に一瞬だけ。相手が出るのか出ないかぐらいは。ただな。ガチの人のサンバはどんな話し合いしながらやってんのかが知りたい。まあ同じようなことなんじゃない。俺らもガチやで。いや、なにガチっていうか、その大会常連の人たちの、まあ、どんなこと言いながら、だから今は引いた方がいいとか言ってんのか、そうだから、どこが悪かったねっていうのがすぐ分かるんだよ。一緒だ、でもまあ、狭くないから、また、変わるんやろうな。でもさっきのやつらと比べたら。全然なんかね、うん、後ろ見ないもん。こっちの方が嫌なんだけど。大丈夫、狭かったからやられただけよ。ジェクトがだからあれなんだろう、ジェクトインのパーティーっぽいね。完全にジェクトががっつり前に。ティナ落とした。そう、俺だけだったよ今。で、俺のそれに当たっちゃった、ごめん。無理れる後ろ、うん、ダメか。見てこっち無理だな。いける？いや無理だな。割れて一段。ごめん、そんな音が。見てて。オッケー、もう待った待った、大丈夫。いや、その前でもいいかな。おいいよいいよいいよ。いやもうごめん。T
ヒナがちょっとでかいのだけ気をつけ、ね、あ、俺だわ。今俺のブレイブだそれ。今俺もちょっと引き寄った。こう出たからね。これ飛ばして怖いけど。ヒナは見てる。ジェクト来てる後ろから。ジェクトじゃねえ。こういったわ。いけるそれ。いいよいいよ。勝負いける？無理や、やめよう。ごめん。ああ、こっちじゃねえのか、ごめん。いやー、マジかー、見てほしかった、ここ。テレポでよかったかもね、今のは。もったいないか。いやー、終わった。うまいな。あ、ごめん。いって、あ、死んだ。いや、死ぬ。だったな。ずっと本当にティナだけ見る感じにしなきゃダメだったね。いや、これ逆逆、ユニコさんの弾幕通らないからティナ見るべき。ユニコさんが別に一夜勝てないわけじゃないから。え、でもそうだけど、違う、まあジェクトとロックはまあ前めっちゃ出るわけじゃん。結局そこにティナがさ、メテを刺してからがさ、相手の有利な展開が始まっていくわけじゃん。まあ、そうそうそう、ずっと一生ティナが後ろでメテを打てる状況がダメだったから、そこをちゃんと見るべきだったね、俺が。いやだから、でも見に行ってたじゃん、そこの途中でさ、あの地上ダッシュとかにさ捕まってやられるのはもうあれ人数差もあるからしょうがないから、俺たちも無理やり前あのジェクトとか押してきてても、後ろに引くんじゃなくて横にこう展開する感じで回り込む形で逃げて常に前線維持すべきや。あれそうやったら最悪さ、メテを打たれても安いメテオだったし、メテを打たれてもあれだ、俺はダマク当たんないように気をつけてたから、普通に最悪ブレイク取れて圧力かけられるからさ。ヘビーいないときはどんどん前出よう。言うて自衛ぐらいに打ったブレイクしかたまんないから。逆にでも打ち合いできないっていうところの弱みつくのもいいかもしれんね。そう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 、そうなん。いますよ。あ、はい、僕もそろそろいます。加藤、期待には応えるさ。クラウドか、ヘルジャか。逃げるなら今のうちだぜ。優が優勝だった。終わり、ちゃんと俺が見なきゃね。ブレイブじゃ壊れないみたいな。サーチブレイブください。重たい。下ろしちゃった。重たい。やめろぞそれ。真ん中キープね。真ん中キープ。場所はごめん。え、当たんなかったね今。あれやろ。あ、ブレーク取れない。ダメか。もうもうちょい早めだよ。はい、これ飛ばす。ごめん、惜しかったブレークが。重い。タンタン止めれる？ごめん。止めようと思った。取れた。ナイス。怖いけよ。ああ、ハトだったな。今ハトじゃねえや。いや今普通にカインの攻撃ステップ踏んでたんだけど入力入ってなかったんだけど。俺タゲかこれ。重い。ねえ、なんで。いやもう、ザゲがシュートされた。ラッキー。待て、一回引こう、一回引こう。 HP 上がるでしょ。うん、いや、もうちょっとやれてなくなるな。出るよ。そこ行ける。いいよ。どうなってるか。俺はヘルジャクラー可能性ある。ガード今なんて。うん、いって。いや大丈夫。レーザーが
持ったっすね。ちょっとね。一回 HP かけよう。無理なんだけど。よいしょ。ナイス。ハイじゃん。そうなんだよね。いいねでもハイだな、でかいと思うんです。ちょっとクラウドやりに行く。行こう行こう行こう、クラウド行こう。オッケー。重い。え、なんで当たらん。ジャンプ。あれ。重い。あれ。待ってマジで重い。どうなったんだこれ。クラウド入ってないやん。え、打ち上げ入ってる。クラウド。入った。入った。え、入った。俺入れたよ。だって食らってない。叩きつけたよ。スクープしてる。あ、もう最悪。召喚無理やり釣りを一番か。うわ、下だった最悪。そこ二人でやれるはず。今俺落としたのはアルティミシアだから、一人落とそう。そこでもう一人定法66の。ナイス。あ、だっけ。ナイス。いいね。階段に下がった時はもう俺はもう謝罪を認めた。いや、まったこの俺範囲入ると思ったけどな、別に。あのタイミングでも入れれるんだね。強い。相当猶予あるな。あそこにもう一回当たりてえな。ちょっと電子レンジ試合だった。勝ちてえ。うまくいけば勝てる実力はあるっていうことをちゃんと相手に分からせたい。そろそろ寝ないと。おやすみ。大変。まあ大変な時期なんだって。明日どうなの？仕事で帰ってくるのってこと？わかんない。でもできるかな。土曜日とか別に休みでもなんでもないんでしょう。どうせ。仕事だし、日曜も仕事。やばい。あ、ここあった。サイオンズホーリー。ってないと思うよ。サイオンズホーリーは早いやつやん。点？早いやつ。2.5 の。点サーチでしょ。あのバンバン後スキ狙ってくるから気をつけて。後スキってか攻撃のスキ狙ってくる。もうブレーキ打つ瞬間にさ、もう差別されるのマジで。あの そういう方とか、それがそういう方とかっていう技だから、やべ。引いてんのすげえね。いや多分あれがいるからじゃないの。あのフリーを出してっちゃうこれ。いやもうそれさあ、俺も欲しい。サーチブレイブくれない俺に。そろそろコア出るんちゃう。ナイス。いいね。プレートモンがいい。あれはどう。それはうざい。あ、嘘。マジか、ごめん。ナイスブレイブ。お、ナイス、あ、惜しい。あれ、くっそ。ちょっと待って。バン止めた。オッケー。不良吐きたいね。ナイス。あれ、あ、ごめん。それえ、俺が飛ばしたプレイバーってか間に合うと思って今言った。いや間に合うと思ったんだ。な、遅いな。たわれ遅いよ。くそ。あ、ここいけてるよ。いいよいいよいいよ。当たったんの？当たってない。それさ、クラウンってさ、当たんないと出てこないからさ、強いよね。強いよね。うん、こういう時。非常にもう強い。侍もやな。え、マイキーかけるよ。あ、ごめん、かぶった。ごめん。マイキー決めたな、そういえば。ユニコさんが吐くって。痛い。
もうこのサーチ強い、このサーチ強い、嫌い俺。やんやん、死んじゃう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 。フリオ行きたいな。よし、それテレポ吐かせよ。オッケー。どうする？ん、テレポ吐いたならそっちがいいと思うけど。テレポ吐いた。あ、うわもう、はいや、ブレーク取った。ありがとう。ミスった、たげー。あ、これ、あれだ、なんだっけ、店にあれば。あいつの攻撃。あもう、やったわ。ナイスブレーク。これ前で3段入れ切っちゃダメなのか。ドレスやな。間に合わなかった、ごめん。うますぎんか、ほんとに。だあれでも見てれるのはいいんじゃない。うわ、うん、あーごめん。初夏まだなのか、敵。うん、なんかコア一段だけ残ってる。いやー、あのサーチブレイブ強い。いやー、避けたん無理。いや、シトラがもうマジでやりこない方だ。なんじゃ、いないから誰も。俺いや、マジかい。ノマ入んなかったかい？どっちか入んなかったか。アイチャージ。アイチャージ。来たよ。いいね。ナイス。ナイス。ナイス。てめえマジいい加減にしろ。HP 欲しい、HP 欲しい、HP 欲しい。ないの？ありがとう。絶対召喚させ。あ、ごめん、ガラゼロ。だれ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 。まあまあいいよ、あれ。あれ切れてんのか。そっか。やばい。フリアで終わり、フリアで終わり。これだ。ナイスフラリッシュ。ナイスフラリッシュ。ナイスフラリッシュ。いいね。あざかったなって思うけど、まあ立て直せたのが良かったね。後半召喚させられなかった。あそこナイスだいぶ。途中から一生休みでた。ずっとね、うん、ブンドル当て続けてた。だ、助かった。もう俺そっちの方が楽なんだよね、もう。でもそれはそうだけど、フリオがだって近くいる状態でさ。そう、フリオがね、あの空中まで行ってタックルしに行った。なんならだって、娘の後式クレーレで取れるわけだしさ。ね、あ、後ろからクレール、あそこ反応遅れたのごめんね。いやでもあれ見てれたのはでもいいんじゃない、別に見れてれんなら。俺もだってフレーナー当てれる状況だったし、タワレも打ててるし、そう別にそんなね。そうやな、確かに、うん、食らえないのが一番なんだろうけど、別に見れてるってことはさ、いいんじゃない。もうちょいあれだね。仮にこっちがあれがらすいちゃったら死んでたから。まあそういう時はあんな攻めねえか。まあなんかどうだろう。いやもう寝ますよ。もう寝ますよ。もう本当にマジで寝ないとまずい。明日何限なんだろう、ユニコさんの弟。ユニコさんの弟明日何限？1だって。うわ。一緒だ、レダウンになった。誰かを助けるのはそういう誰かを助けるそいつはパスっていう品の踏み方を誰かを助けるそいつはパス一緒か。でもルラオだよ。あ、ルラオなんだ、うん、じゃね。あ、ごめん、もう HP だよ。それナイス、ありがとうございます。今の一段ダメ良かったね。ありがたい。サイオンズ先生当たっちゃった。
惜しい。ノーナイス。いいね。あ、ここブレイクされた。怖い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 。オッケー。ブレイクされたからよろしく。やすら。あれいいかいかなって。やすに。違う。オッケー、やすちょっとやらせる。あ、やだ。うん、まあまあまあ。ダメですよね。ゼラゼロは届かないんだね。で、ナイス。Thank you。やっぱ振りを見てくれるな。いやもうこれ強い本当に。もうお前。いらっしゃいませって感じ。ごめん。ルダオ。ごめん。ルダオごめん。どんまいどんまい。今の N 狙うべきだったか。うまいな。フリを行きたい。コア出た。真ん中や。オッケーオッケー。HP で HP。あれ。なかった。あ、振り。おお。ごめーん。高さが。あ、ごめん。ごめん。引いちゃった。ごめん。でも今引いてガッツリガッツリ行く。そこもうブレブタないでガッツリ行こう。オッケー。ごめん。ごめん。あ、デイムーブからだけど。これはクレーで食らう予定です。いや、俺は食らってる。チェインムーブを一発目食らった。あ、食らわなかった。刺す頭なかったわ。あ、まだか、HP。うん。イオン巻いてかけて。やった。じゃあ、皆さん、リデンのよろしく。オッケー、いいよ。フリー行こう。よ。ダメだよね。これ、カバーいけるかな、無理。待って、後ろにバンいるわ。ありがとう。まあバーン打っても4000あるからなと思っていいやと思ってナイスはごめん止めてたんだけどねはあどうもはあはえ何今の何入れられたのどうだったのサイオンズかサイオンズ通りかあれじゃないあのフレア地上空中後ろに HP あ HP だっ だったじゃあサイオンズじゃん HP サイオンズ、うん、いや打たれると思ってね頑張って見に行ったんだけどね間に合わなかった。まあ、まあ、相手が上手かっただけやな、そこは見れてる。ちょ、あと一戦で上がるんですけど、どうっすか。次負けるで。でまあ、インコン、あと2戦になる、なって終わるでいいの。ちょ、次で上がる。ならさ、次さ、やるときにさ、あと1回で上がるわ。ほんまや。やば。クリスタル引くやん。かっこいい。A が一番かっこいいと思う。わかる。あれブリッコメガネだっけ？あれやっぱ天井だもんね。メガネ。でも言うてまだ俺200スチョウぐらいしかしてないよ。パーティーで。あそうなんだ。いや俺もねオニオンね300戦ぐらいしかやってないんだよね。隠れメガネっ子か。あ隠れメガネっ子か。今回最初良かったね。そうだねでもフリアの拘束お礼させなかったのちょっとゴミだわあれなまあ結局 N で取られたそこでそこで引いちゃったのがゴミだからあれグラゼロ1点読みで競技入れて普通にサイオンズ入れられたサイオンズだったら間に合うんだよ捨てられたっていうかコアが溜まったから障害するのかなと思って引いてしまった、やっちゃった。あそこは一緒に前出るべきだ。一緒に来たし、一緒に行くんだ。やらなきゃいけなかった。また一緒かよ。って相手を持ってるはず。てか、こいつら、俺もさっきモモたち散々やったから。弱肉強食やな。そう。揉まれろ、揉まれろ。やば。絶対格上だと思ってた。あ、これ。勝ってんだから格上でしょ。いやフリオめんどくせえ、出たフリオ影やべごめん軽率だった待ってちょっと待ってマジで何あバレたちょコンペイトがたくさん飛んでくるサイオンズ撃たれるもう無理無理サイオンズ俺がコア悪いわじゃあアイスオープンに届かなかったやばナイス俺かいサイオンズね、ごめんいや今絶対サイオンズ読みだったのは合ってたんだけどな、ごめん、ネスメ入んなかったよちょっとユニコさん寄れる、うん、やばいかも こっちやねファールサイオンズ見れた
怖い、いけた。そこにいける？ダメだろ。嘘嘘、うん、ごめん。あ、どう無理か。待て、そこ危ないかも。あ、ごめん、ね、ごめん、やらかした。ごめん、いやマジや、今のはゴミだった、うん、俺は。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。引っ越す、引っ越す。 OKOK、 ナイスブレイク。まあ一人落としてからの方がいいか、これ。うん、そうね、ちょっと。OK。あ、いけんちゃう？これ、あ、いいよいいよ。やめた。あ、ごめん、やめちゃったよ。ごめん、噛み合わなかった。ちょっと待って。待って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 。あ、ごめん、上取ろうと思ったんです。ナイス。これもやっぱね、フリアナダメだよ、こういう時に行くの。あ、しょうがん。無理か。また相手。あ、マジか。あ、もう最悪だよ。あ、死んだかと思ったっていう。いいよ。あ、いける。よし、勝ち。いいね、キャノンレーザー。いや、でも、やばいやばいやばい。俺400しかねえ。やばい。今、かかったよ。かけて。よかったよかった。頑張って、前で。あ、じゃあ俺ない。一人かな。あぶねえぜ、マジで。あ、これ。さていったわ。ナイス、カット。すー、あっかけー。おいき。もうちょい回復。あ、ごめん、インフォさん、あれだった。ブレイク取っちゃった。で、で。ナイス。カバー、いける？ごめん。もう一回固める。ナイス。ナイス。いいね。よく見てた俺、よく見てた俺。いいね、ナイスナイス。てかよく触れ届いた。俺もう絶対もう一回打たなきゃいけないだろうからと思ってスケープ打ったんで。一回打たないといけないと思った俺も。いやちょっと早かったね。うん、てか数人止めれば入ってたんだよね実際は。マジ。ああ、上がった。いやー。で負けたらシャレにならねえか。いやよかったよかった、上がってよかったな本当に。な、上がってよかった。晴れて晴れてみんな上がってバンバン剤って感じやな。おめでとう。なんで続けて待っててやってんだ。ちょ、今ならあいつらかもしんないじゃん。いやあいつら結構強かったからな今回。強いよ強いよ。弱くてかね、俺がちょっとねミスった結構。バンがちょっと高甘いぐらい。あれ、あれ ?D3D だよそれ。落ちたん。いいね。落ちねえよ。24。落ちねえよ。あれでもなんかなんだかんだ後半あれだ、連続で負けてたけどあれマイナス2とか。そうだよ、だからしょうもねえってんだよ、そうそうそう NT は。いやでもまあ格上だったからな、そっちそれな、確かに。ランクは別に、でも A がいたからなんだよ、ね、許さない。次会った時許さない。いやでも、あそこはな、すごい、良かった。上がってて、だいぶ。うん、修正ができてた。そうそうそ う, そ う, そう修正。何をしミュートにするとかいう頭ないんですか。ごめんなさいさ、ミュートにするとかいう頭ないの。確かに俺マイクマイクに向かってやってるでしょ。いやマイクあれだから、俺あの生えてるやつだからさ、ヘッドだから。あのアコムの相談室の人がつけてるような感じで。ちょっとそんなお金困ってないからわかんない。いやあれね、本当あそこと結構何回か連続でやれたのが良かった。最後ポイント勝ってたから、だから確実に進歩は戦いの中で我々は確実に進歩していた。だから次やったら勝ったかな。いやでも次やったらそれに対応されてまたボロ負けするかもしれないっていう説もある。そう。これもね、まあ、確かにやってる対応力もクリスタルやからな。最後だ、それなんですけど。ただ何が良かったかって言われるとちょっと分からん。まあ慣れたんじゃん相手に、その戦い方に慣れた。そういうわけでもなかったと思う。ライトニングかなり見てたな俺。あ、そう、それがだから良かったと思うんだよね実際。だから敵と同じあれの方がいいんで。でもやっぱり前さ、あのウォリアーいる限りさ、ユーナ一生持ってるやん。あ、ここめっちゃ負けたやつやね。ね、きつ。めっちゃ負けたやつ。しかも格下だからマイナスでかいぞ。やったな。負けた。ああ、はい。エクスリーのね。そう。
ノクトか。大ランプね。上取ろ。大ランプ。いやもうそのサーチずるいって。は？もうさ。これ見れる。ありがとうございます。あと。あ、アップね。いいね。スケーターはレブレークも取られてない。完璧。あ、すごい。でもごめん。いいよ、こいく。危ない、危ない。あ、ざ。待って、待って、クソガキ見なきゃ。ごめん。ごめん、久々やったわ。すまん。一人落ちてるからいいかなと思って。いや、そう、だから俺が見れる状態だったの。だけど、ちょっと見せて見れな。後ろ見たいと思ったら、待って、ジバコイル飛んでくるよ。ジバコイル。ごめんなさい。だ、クソガキ。ダメか。すまん。いや、言うな、隣いた。後ろ、カバ行ってあげて、カバ行ってあげて。フラップ使ったわ。まあビーム飛んでくれるかもしれん。あ、そうっす。ちょっとだ、マジ。これ取られるよね、ブレイク。いや、待って。出したいや、三タゲだったよ、今。あれはもったいない。一回行こう。上の方に引けるかな。あ、ブレイク入んの、それ。テレポ、ナイス。いい判断。あ、ウホミ。ウホミはあかん。まあ、でも、もうテレポ入ったから、やめて。ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。いやー、そんな待ってくれ。行くわ。さよならです。ダメや。いや。ウホミ強い。ウホミは強い。いやー、召喚されたん。いやー申し訳ねえ。あそこ何やってたんですか。僕カットを見てました。んだからあれでしょ、ノクトのカットを2人で見ちゃったんで。そうで、ユーナがフリーだったって話やな。あれてか今普通に29持ってかれたから最低でも2000になっちゃったけど、どうする、やめる。いや、どうする、寝ます寝た方がいいんです。あなたが一番寝た方がいいんです。いやそう、さすがにね、ユミコさんの事情。いや俺今日マジで今日来てね、久々来て、なんか今までできているようになったってこと全部できない。行き過ぎ足りない。どうしようかなと思って、どうしてやろうかなと思ったけど、やっぱ仕事頑張ってたっていう。どうしてやろうかな。リザみたいにね、寝てるだけじゃないんで。なんでそんなこと言うの。なんかまあ、ユミコさんより頑張ってる時じゃないけどさ、どうなんすか、やっぱ明日とかも厳しそう、土日とかも。いや別にできるけど。僕は明日できないっす。あまりか。違いますっす。あ、デートか。そんなメッシもこんぐらい言わなきゃならダメです。寝たいな。こんぐらい言わないとダメなの俺。そうです。そうね、わあわあわあ、一芸はさすがにつらい。まあ最低でも明後日からまた頑張りましょう。明後日はできるんじゃん。明日は金曜でしょ。ああ、うん、できるやん。つまんな。どうぞよ。すいません。思ってるよ。だっていつもお前寝てねえじゃん。寝るときだって寝るじゃん。まあ、おやすみなさい。はいはい、お疲れ様でした。